全身チャンネル第379回、今回のヘッドラインはこちら。 11.6 労働者集会に2200人、 11.5 国際連帯集会。奉還だって形で民主労総ね、労働者大会と連帯してね、まあ道路千葉の奉還団とともに、あの全学連の仲間もね、何人か観光に行って見に行っているっていうことがねあります。まあ、本当何十万人のデモとかね、見た経験したら全然こう感覚変わると思うんでね、あの会議闘争にもね生かしてほしいなと思います。いやー、それにしてもね、俺が行きたかったなっていうのはねありますよね。行きたかったでしょ。え何首をひねってる日軍義士、今回の前身はこちら。戦争を阻む労働者の団結示す労働運動の変革へ新たな前進。1面から3面まで使って 11.6 の戦いの報告です。11月6日日比谷野外音楽堂で行われた全国労働者総決起集会、会見阻止1万人大行進は2200人を結集して開かれました。今年の11月集会は3年ぶりに韓米の代表団を迎え、国境を越えて団結した労働者の力が戦争を止めることが確認されました。当日の映像をご覧ください。政府は反戦反核の砦反日化闘争反対同盟の戦いを潰すことをもって改憲戦争に突き進もうとしています。軍事空港を阻止、戦争を止めましょう。私たちの経験が示しているのは、階級的団結、階級的労働組合を作り上げることは絶対に可能だということです。連合はもはや死んだと言わざるを得ません。労働者自身の手で労働運動をよみがえらせる時が来ました。岸田政権は防衛費倍増、敵基地攻撃能力確保、南西諸島出撃基地が改憲断交を叫んで、戦争のできる国への国家改造を進め、野党も含め諸国一致の防衛力強化が交渉されています。しかし愛国心はならず者の最後の砦であることは忘れてはなりません。万殺通した資本主義の危機こそがこの戦争を生み出している真の原因であります。今度の選挙は最大の焦点は、私はつまり戦争だと思います。戦争に関係のない職場、戦争に関係のない大学、地域はないんだと、戦争に関係ない地方議会もないんだと、労働者、民衆が立ち上がったときに戦争を止めることができるんだということを、実際に示す戦いとして、今度の選挙、全力で戦いたいと思います。私たちは安倍国葬粉砕闘争を戦いに来ました。この戦いは連合会の良しのこういう人間裏切り、こういう甘き、そして規制の野党勢力のね、武道館に行くな、国会前に行こう、こんな疑問を打ち破って戦われました。今日の集会にもあの 9.27 武道館前で国葬反対の声を上げた、そういう若者が多く結集しています。皆さん、この戦いっていうのはもうね、止められません。団結して頑張ろう、もうすぐ有楽町の駅の近くですね。改憲を止めよう、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 
当に勉強やすく同時に私も自分のセリフが続けようと思いました。ありがとうございます。どうでしたか？私も全国はじめさらには海外いろいろな場所で使われていることを知ってすごくエネルギーをもらいました。ありがとうございます。こんなにいっぱいの仲間たちが集まってその人いろんな人の意見が来たりして自分ももっともっとその勉強してもっとそのみんなと同じような活動をしていけたらと思いました。ありがとうございます。政治についてあまりそんなに知識がなかったんですけどいろんな人が苦しんでるっていうのを今回よく知りました。4面です。労働者階級に国境はない。韓米労働者迎え国際連帯集会 11.6 集会に先立つ11月5日千葉市内で国際連帯集会が開かれました。3年ぶりに来日した韓国やアメリカの労働者に加え世界各国出身の在日対日外国人労働者や留学生も多く参加しました。労働者階級に国境はないこと、戦争をやめさせ社会を変革する力は労働者階級の国際連帯にあることを強く確信する集会になりました。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。サブチャンネルの GNN もぜひご覧ください。 Twitter と Instagram もぜひぜひチェックしてみてください。バイバイ。